パナソニックに就職したんですけども、輸出が多かった会社なんで外国為替の部署に行ってドルの売り買いとかそういうのやってましたね。40前ぐらいですかね、アメリカに渡ってほとんどアメリカ人というのは部署の中でも仕事してましたね。海外で働いてたということもありますんで、外国人の社長の会社やけどなかなか日本語が難しいとかいうのでちょっと英語で対応してみたいなのもあったりしますね。逆に日本の会社が海外に輸出するとかいうパターンもあって、当然契約書が全部英語やったりするんで慣れてるんで対応することはできるので。格闘技って先を読んで行動するので、財務もまさにそうですよね。当時勤めてた会社がちょっと地方にありましてね、体を動かしたいなと思った時にブラジリアン柔術の道場しか選択肢がなかったんで、勇気を出してもう叩くと非常に面白い世界が待ってましたね。資金調達とか M&A をやってましたんで、知識だけのアドバイスとかじゃなくて実践的なアドバイスができるかなと思います。設立されたばっかりのお客さんで事業がうまくいくというポテンシャルがあると、ただ回していくだけのお金が足りないというような状況で、財務面での事業計画を作り、それをまあ銀行さんに提出して説明をすると、それでまあ資金調達をすることができて、非常にビジネスがうまくいかれているというところでお客さんからも感謝されるんで、一番大きなやりがいになっているなと思いますね。資金繰りとか資金調達のところは我々にお任せいただいて、自分の会社をどうやって伸ばしていくかっていうところに全精力をつぎ込んでいただけたらなと思いますね。少しでも貢献したいなと思いますね。